Yeah!
ルバムの、予約イベントをここ博多で行うことができてすごく嬉しいです。来てくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。私は出身が長崎なので本当に九州パワーでパワーパワーでパワーパワーで楽しんでいこうと思います。リカコです。よろしくお願いします。リカコはい、本当に昨日から、一昨日から私とリカコは福岡にいてですね、ラジオに出させていただいたり沖縄ライブさせていただいたりとかしてるんですけど、別に意識してるつもりはないのになんか本当にすごい力が湧いてきて福岡にいるだけで、そうだからやっぱ何か九州ならではの地元のパワーがあるんじゃないかなと思ってます。なので今日はね、もう福岡に入れるのは今日で最後なので、もう残り少ない時間を皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いします。ソロです。ソロソロ村美希です。結構どうでもいい情報かもしれないんですけど、さっきヘイヘイが始まった時にウェアブックフリーがあるんですね。なんか最初のそこですごいみんなのそこがパッて見えてすごかったなっていう、ちょっとどうでもいい情報でした。はい、この2部で本当に終わってしまうので、皆さん最後の元気たくさんください。よろしくお願いします。まひろです。はい、というわけで、はい、こうやってね、キャナブで、はい、イベントをするのがすごく久々でですね、ですね、前回が何年前なんだろう、何できたアルバム、4年半ファーストアルバムですね。ファーストアルバムで、あ、福岡自体はブリングかな、キャナルがソースお会いの時か、ソースお会いできたっけ、すごいファンの人が一番よく知ってるからね、うちらより、こちら側よりそちらに聞く方がいい、そうですね。でもね、このキャナルでイベントするのなんか、久々の気もする。ここ自体はもう4年半ぶりかな、でここでめっちゃ好きなの、なんでめっちゃ顔見えるじゃん。いや、そうなんだよね、すごい、あ、どうも、ありがとうございます。私より空が好きな人がいますよ。ちょっと自分の中拾わないでもらって、ミキのためならどこまでこの人もいますから。じゃあぜひ東京の公演来てもらってよろしくお願いします。ミキマヒ、ミキマヒスイートだ、スイートよー、方言、方言やばかったよね、アクシュアルがさ、方言ってさ、なんだっけ、なんだっけ、また来てるみたいなやつ、なにまた、待ってる、待ってるよみたいな、待ってるけんねみたいな、待ってるけんねみたいな、待ってるけんねみたいな、そう、めっちゃ可愛いよみたいな、来てよかったと思ったね、本当に、うん、やっぱすごい昨日から本当に感じてるんですけど、福岡の人はね、すごい暖かいなって暖かいね、本当に感じるので、はい、もうこの後はもうね、曲やるので、うん、一緒に楽しんでいきましょう、うん、じゃあ、はい、次の曲行きましょうか。Bye.
Oh.
待っている人もいることでしょう。もうすでに PV は公開されたんですけど、バンギーという曲を今から披露します。まあ、意味的にはこうちょっと弾けた曲になっているので、そういう気持ちを出しながら、一緒にこういう両手をこういう数、こういうふうに喋りながらこういう風に広げる動きなんですけど、一緒にやってほしいなと思います。でちょっと練習していきましょうか。こういうです。いきます。一緒に、一緒にバンギー、一緒にバンギー、声も出して一緒に言ってください。せーの、バンギー。せーの、バンギー。こんな感じの振りとバンギーっていう言葉があるので、一緒に言って、一緒に最後の曲です。盛り上がっていきましょう。